はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、ついにもうバージョン 3.0 になりましたね。皆さんマスターデュエルにはねたくさんカードあるんですけども、ある一部のカードにはね演出っていうのがあるんですよ。召喚カットインとかね、とかこれね今回かなりね気合い入った演出が追加されてるカードがありまして、アルテミットスレイなんですよ。これめちゃくちゃ気合い入った演出追加されていて、これね一回動画見てもらったら分かるんですが、めちゃくちゃ美しいんです。でこの演出をドヤ顔で使いたいという、コンセプトのもとに、作ってきました。このデッキの中のカードすべて演出があるカードとなっております。すべてのカードに演出があります。この演出を、ね、相手に見せつけるべきということですね。はい、エフェクトベイラーと、春うらら、これにもね一応ねあのクソうぜえ演出が追加されてまして、なんかうららに関してはなんかフリフリみたいな、なんかようわからんなんか鳴き声までするようになってまして、これ普通に相手をイラつかせることが可能となってますんで、本日は早速ねこの、全オール演出あれで演出あるカードって強いから演出があるわけじゃないですか。で最強なんですよ基本的に、負けるわけない。デュエル3倍、まあ悪くはない。ちょっと若干そのアルテミットスレイとサンダーボルト被ってるみたいなとこあるけど、まあいいでしょう。皆さんお久しぶりです。クソデッキ製造工場長のリュウです。まずこの竜装剣技は裏打ちましょう。このデッキはですね、まあ以前ご紹介させていただいた最強演出のみデッキバージョン2って持ってんのかーい、持っとんのかい持っとんのかい。まあでもどっちも同じだ、どっちも同じだ。結局爆矢持ってこられて竜装権限で、で爆矢召喚って言われて、普通に爆矢じゃなくても、まあ、あのあなんならあれか、あれ竜へ持ってんのかい。いや全然無理じゃねえ、ふざけんな。どっちにしても裏意味なかったわ。じゃあなんか今絶滅危惧種に指定されてるらしいですよこのデッキ。スプライト環境すぎてなんか誰一人双剣使ってないって言われてますけどまあこの絶滅危惧種に演出お見舞いしていこう。いろんな演出なんか結構ねこのアルテミットスレイはねこのデッキには結構強いと思う。あのバロネスがどうせ出てくると思うんだけど、このなんかシンクロモンスターをね、デッキからエクストラデッキから墓地を送ることによって相手のねシンクロモンスターをデッキに戻すという効果がありまして、これ魔法カードの効果なんですけど、一応モンスター効果完全にあの封殺できまして、あのモンスター効果チェーンできないっていう効果あるんですね。それがなかなか強いといったところ、これいつもの展開かな。どこまで行くんだろう。ちょっとあのあれはやめてほしいね、あのプロートスとかだけやめてほしいね。プロートス実は先行で刺さるんじゃね、いければプロートスまで。あのスプライトとか闇属性でしょあれ、結構ギガンティックスプライトって属性なんだけど、なんかエルフは炎だったような気がしないでもないけど、なんかギガンティックスプライトは確かなんか闇属性かなんかって気がするんだよな。プルオートスだけ本当にやめてほしい。セット、あーオッケーオッケーオッケー、そのぐらいであれば大丈夫、そのぐらいであれば全然いきます。ドゥルーオッケー、あやめちゃん来た、ちゃんあやめ来たな。ちょっと待ってくれ。ですね、まあとりあえずアルテミットスレイいきましょう。さあお待ちかね、これが新エースじゃボゲうおー帰れー、いくぜ、見てろ見てろ、来るぞ、かわいい、キャワワワワ、キャワいい、あまりにキャワいい。オメガはどうでもよくて、ですね、ちょっとですね、あれ暗転だと思うんですよ。あれ暗転なんで、多分暗転なんで、こうしまして、ちなみになんですけど、これランク8一応出せるんですよ、多分。まあ、当たればね。当たればランク8出せるんですけど、よし、ヌメロンドラゴンとかないんですよ、この環境。この環境ってなんだって感じだけど、演出あり環境にないんですよ。よしよし、当たった、オッケー、来て、でかい、これは非常にでかい。いけ、ビッグフット。うわ強いのか、いやあんま強くないなこのカードは、あのデッキに対しては。そしていやこれさすがにディギュですか、スプリガンズエクスプローラーとかいう誰やねんが入ってるのじわるなスプリガンズエクスプローラーとかいうマジで誰やねんモンスターで入ってるのマジでじわる。ディンゲルス特殊召喚効果発動、
あれどうせ暗転だろ。あ、キョ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 キ全部いっぱい飛ばせる5400。これ次レベル8チモンスターとかなんか出せるモンスター引いてくれたらいけんな。これ次出せるモンスター引いてくれたらいけるぞ。ビッグウッドなんかでいいわ。ネッシーでもいい。頼む。なんかどあのどれがいいモンスター引いてくれ。なんかうつろなる流輪デッキから源流族モンスター一体を墓地を送って、墓地を食ってそのままカードメントのテーモンスター一体をデッキカードメントに加えることができる。あー、なるほど。存在しながら意味ないね。今墓地に送るだけ、墓地に送るだけはいいよ。墓地に送るだけはいい別に。え、これな、何これ、これなんで発動したんだ。これあれか、ビッシュだかなんかでバウンスしてくる気か。それはちなみにかなりやばいぞ。プロートス、なるほど。あ、蘇生、あのハンド何ですかね。あ、石一章、はい、石一章やばくね。石一章やばくね。石一章はやばくね。普通に効果無効にしてくんじゃん、まずくね。え、そのハンド何、そのハンド何、そのハンドによるんだけど俺マジで。なに、ここで俺エクレシアって言われたら終わるんだけど、やばい。エクレシアタイヤはやめて。よし、バトルフェイス、いける、いけそう。いや、なんかめちゃくちゃ、あー、かぶりまくってる、弱すぎる、助けてくれ。僕に気持ちいいで、これワンキル取れないから普通に殴るしかない。ワンキル取れないから普通に殴って、アーゼウスの効果は一旦温存して、でそれ効果発動して、これトークンが出てくるパターンか、これトークン出てくるの、これいい、それはしょうがない。やばい、これ次のターン通常召喚でシンクロされるから、8シンクロってだって3000出るもんね。普通自爆特攻とかもされてもアーゼンス破壊されるし、ちょ、赤これ普通に殴る、これで相手が何も引かないことを祈るしかないのか俺。相手が何も引かないことを祈るしかないってマジ。っていうかこれもしかしてこれあれじゃね、あぶれー。俺今さ、相手さ、これ嘘なる理論でビュシュダ送っといたらいけたんじゃない、バウンスのもないかな。であれは絶対に暗転かもしれないから、ここでしょんないといけなくて、よし、暗転だったらまあ別に2枚出さなきゃいけないだけの話だけど、うわ弱い、助けてー、なんで裏の2枚かぶってんの。くっす、やばいことが起きた、もう妨害がない。次の相手の展開はダドロしてしまう、まずい。苦肉の策だな、これは。頼むから何もしないでくれ。よーし、よし、まあさすがにあれは誘発だろうな。か、バケがどっちかだな。魔法トラップカード引いてねえのか俺。あまりにも弱い。もう行くしかねえ。これバトルフェス入るじゃないですか。いや、これさすがに、分かったわ。ちょ、これ前のターンにやっとくべきやったな、これ。これ、こうだ。これ、こうだ。こう。これで一応なんか、強引に、めちゃめちゃ強引に、場面、よし、これはビッグウッド来た。え、これビッグウッドした方がいいですよね。これビッグウッド当たったらいけんじゃない、ビッグウッド当たっていける、ビッグウッドこうかで、よし、もういらないから、お前ももういらない、いい、全然いらないで、ここで、あ、無限包容来た、最強で、反転召喚、そしてレベル8のビッグフットにレベル3の春うららをチューニング、何、11シンクロだとシンクロ召喚、あらあらら、最高エンド。
マリッシャー来てー来てーカードを1枚セットし、そして縦列が2枚あるため、ジャックナイツ、ショーのジャックナイツを特殊召喚、行くぜバトルナイツ、うおサイコインとパニッシャーのモンスター効果を発動、バトルフェーズ開始に打点がめっちゃアップする、うおー1100ショラーうららーきてーやったー、連敗やっと止まった。ちなみにこの対戦の前に5連敗ぐらいしてます。アルテミットスレイ2連打できるんだこれアルテミットスレイを相手2連打見せつけることができるかもしれねえ。イリュージョンオブカオス、やばやべ、なんか刺さんなそう。いや、あのデッキね、あそのデッキだよね、あのデッキね、エクストラデッキからモンスター出てこないんだよあんまりあまあ言うて融合とか引いたらあるか、マジシャンズ、あーんと並んだらけマジシャンズみたいな出てくるかもしれないか。融合してくれるとありがたい。なるほどね。とりあえずそんなにそこまでだな。言うて陣玉ブラックマジシャン、まあ、とりあえずおはようございます。はい、おはようございます。アルテミットスレイもいられないこれ。あ、魂生きちゃー、魂生きた、なるほど、効果発動する、なるほど、いいですよ、効果発動は別にいいですよ、ご自由にどうぞ。はい、ブラックマジシャン特殊召喚、はい、なるほど、ブラックマジシャン特殊召喚成功時対象取って、あー、オッケー、ここで使ってくれたら、まあ、で、ダイナレスラーパンクリングトップスの効果によって、永遠の魂をぶっ壊すことにより全てのモンスターが破壊されていく。パーンで、パーン。これがブラックマジシャンの弱点だよ。当てろ。おーっ、そこは意味ない。それは意味ない。それは一切未開機に占うってはいけない。このカードに単一はない。その占うってはいけない。多分これ始めたての方かな、マスターデュエル君。マスターデュエル始めたてのお方かな。あ、強いのか。蘇生しても、あ、でもパンクラトップス蘇生したら強いんじゃねこれ。いや強そうで、これでパンクリングトップスを墓地から特殊召喚し、よしいやー、ありがてえ。未開機にね、皆さんうらら打たないようにしましょう、ね、絶対打たないようにしましょう。はい、まあ、割とまあ使ったことないで、何デッキとかカードはね、なんか分かんないパターンありますよね。まあこうやってね覚えていくことですね。はい、未開域に売られてはいけないという教訓をあなたは今得たでしょう、おそらくな。はい、でパンクラトップスが出てきちゃって、イリュージョンブカス、ちなみにこのデッキあんまり売らなさされません。ドローソースもなんかほとんどないですし、あ、参戦の際あるか、一応参戦の際一応あるわ。あ、刺さるわ。じゃあ参戦の際ぐらいかな。あとはなんか別に占とか刺さるカードほとんどないから、まあ未開域はね常に占を一緒ケアというか、してる感じなんで。で、しもべ、なるほど、しもべ持ってくるブラックマジシャンがいるから一応打てんのか、うっとうしいな。まあいいだろう、あのデッキ生命力高いからな。もう一回普通にその魂構えてくるかもできるからな。あ、ブラマジデッキなんかガンギマルと普通に負けるよね相手さ、手札ガンギマルと普通に負けるときない、ブラックマジシャン。なんか意外とね、あと、まあ、物議はかもすけど、スキドレと魔法族の差と入ってるブラックマジシャンね。まあまりにも、当て無感がなくなるから、まあ、俺はそんなに好きじゃないんだけど、ランクまで勝つっていうね、ブラックマジシャンで勝とうとした場合って、マジで本当スキルドレインと魔法族の差と張るみたいなね、のが結構一番手っ取り早いみたいなのがあるから、個人的にはちょっとなしかなと思ってるけど、まあ強いですよね、あのブラックマジシャン。普通に
なんかスキドレビートブラマジにはなんか何回か負けてるな俺はい、代償は代償は何でも普通にパンクラトプスすればまあ大丈夫だけど、ちなみにこのデッキはあパイショーソルね、オッケーで、パンクラトプスちゃん、まあこれはこれはまあジンですかね。でこれもう一回ジン発動って言われてサルベーション拾ってくるまでが見えた一切意味ねみたいな、何も意味なかったみたいな。まああんだよねそれ、ブラックマシャンあるある、ブラックマシャン相手してるとあるある。怖いなそれ、まあ、魂か多分。一生アルテミットスレイ腐らせるのやめろリンクくらいせえや。いや見習い魔女くらい入ってんだろお前、見習い魔女くらい出せや。くつこあ9、あシェンシンあんのね。あじゃあエフェクティングベーラー召喚じゃねこれあんまりやらないシンクロ方法しますね。でビッグフットとエフェクティングベーラーでシンクロ召喚してシェンシェンで、こいつがいるとフィールドから墓地を食らえるモンスター全部除外されるんですよ。なんでこれでボルトサンダー、また出すかこれ先に出して、これでボルトサンダー打ったらあいつもう黙るだろ。はい、ういーういーういーねえ、30ボルト。さあどうする、さあ全部のモンスターが除外されちゃうよ。あーまあ一応ブラックマジシャンだけは守る、まあ、いいよ。いやいいけど打点足りてんだよな来たんじゃねえかこれ、アテム、アテムお前、いやアテムくんブラックマジシャンいませんよね、ブラックマジシャンいませんね、バトルフェイスですね、ブラックマジシャンいません、バトルフェイス入ります。でまあ、とりあえずこれ殴りますと、はい、これはですね一旦ドリス組んで打点上げまして、でこれシェンシェンは今あんま意味ねえもんな、これ除外から戻すんだよな、意味ねえな。残念ながらブラックマンションは除外されるぜ、よーし残念だったな、当てむよ、これが演出ありデッキのパワーだぜ。あま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 あ、エクストラから出してくれさえすれば、ああスカウトバギーいいね、出てきそう、ええやんけ、いいぞ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 、ブラックホールでも効かねえか、あのビッケピンクモンスターでもいるから大丈夫か、アルティメットスレでしょれるわ。ゲールドグラとかいうガチでやべえモンスター装備してんだけど、スプライトエルフ何、もしかしてこれゲールドグラ蘇生ムーブかやばやばい、ゲールドグラ蘇生やばい、普通にアーデクやばい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 、動き始まった、まずい、これゲールドグラは結構やばいな、バトスバスターはなんか赤ん動きしてるな、完全に赤動きしてんじゃねこれ、やばいぞこれ、粘土増幅装置装備する気だなこれやばい、ゲールド無限ゲールドグラループ始まる、やばい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 、ちょっと待って、ああやばい、無限ゲールドグラループ始まった、これはイミネチュアガストクラーケちゃう、やばいやつ来たー、お前召喚ムービーあんのか、お前召喚ムービーあんのか、これもしかして僕の手札全部なくなるやつですかねもしかして僕の手札これ全部なくなります、じゃあか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 あ、それはあかん、あースプライトってやっぱどんなデッキでも悪用されんねやばやばこれ、サイフレームロードオメガで戻しまくってまた一生ループさせられてこれ最終場面どうなるんだろう、バロネスで蓋してくるタイプのデッキなんだ、やべえこれ引いたカード無効ってことか、いやな何引いても無理ですけどねえは
嘘でしょ。嘘。